岡秀子君、西岡君。国民民主党無所属クラブ西岡秀子でございます。本日はご多忙の中で参考人の皆様におかれましては大変貴重なご意見をいただきまして誠にありがとうございます。時間の関係上早速質問に入らせていただきます。先ほどからも議論があっております。近年大変豪雨災害が大規模化頻発化をいたしております。私地元が長崎でございます。昭和32年の諫早大水害、また昭和57年長崎大水害におきまして行方不明の方も含めて199名の方が亡くなったり行方不明になられたという、あの大変数水害の被害の多い私も地域で生まれ育ちました。またあの九州も大変近年災害が頻発化いたしております。昨年国会におきまして気候非常事態宣言というものを国会で議決をいたしました。やはりこの気候変動の影響が大変あの最近の豪雨災害に大きな影響を及ぼしているというふうにあの考えておりますけれども、まず山田参考人と橋本参考人にお尋ねをいたします。これからあのこの流域治水という概念の下で治水対策を考えていくときの、また治水計画をいろいろ見直していくことの、まあ、大前提として、先ほどからも議論があっている、まあ、その想定する雨量をどういうふうにあの考えて治水対策や計画を立てていくかということがあの大変あの重要であり難しい課題であると認識をいたしております。それぞれ山田参考人、また橋本参考人からのご所見をいただきたいと思います。山田参考人。はい、あの短期的に考えなきゃいけないことと長期的に考えなきゃいけないことが あるんじゃないかと思っております。一つはあの流域協議会をちゃんと法的に決め、担保のもとに作るんだということがこの改正の一つの大きい柱ですけど、それに対してそれを決めたときの、それであの計画を作っていったときの、それでも災害が起きたときに、責任はあるのかないのかという問題ですよね。で、これも私もいろいろ調べてみましたら、例えばアメリカの場合はですね、あのその計画を決めた役所群に対する免責事項があります。つまりある一定、それはもちろん単純なミスみたいなのは裁判にかけられますよ。だけど例えば堤防があるときに突1週間ぐらい非常にハイウォーターが続いてドザーンと壊れたと、じゃこれは管理瑕疵があるじゃないかというようなことはアメリカでは免責事項で問われません。でもそういうものがないとこの協議会の責任が一体どこにあるのかという問題が出てきます。それからじゃあ壊れたときにそれで大勢の人が亡くなったときに、亡くなった住民はもうそれで泣き寝入りかというと、さっき言いましたようにアメリカの場合には連邦洪水保険制度というものがあって、それでカバーするようにしてます。だからこれ中長期的にはそういう免責事項と洪水保険というようなものを両方考えないと、ここから下で壊れたら責任ありますよと言われたらみんな何にも言えなくなっちゃって、想定以上のことを考える余裕はなくなります。責任の範囲内だけしっかり守ろうということになっちゃいます。まあ、これが中期的に考えなきゃいけないもんかなと思っております。以上です。橋本参考人。お答えします。先ほども申し上げたんですけれども、基本高水というものをどういうふうに捉えていくかというのことが今後非常に大きな問題になってくるんじゃないかと思います。やはり基本高水というのが治水政策の一つの大きな、重要なものとなっておりますから、それを気候変動によってどのように考えていくかということになると思うんですけども、設定するのが非常に難しいのではないかと。それから仮に大きなものを設定したとしても、それを実現するのは
時間も予算もかかるであろうと。それから、かといってそのままにしてしまったらば超過するリスクは非常に高くなっていると思うので、超過洪水対策をどのように行うかということになってくると思います。ですから先ほど山田先生もおっしゃってましたけれども、短期的に考えるという部分では人命をいかに守るかという部分です。それから補償という部分だと思います。それから長期的にということを考えていくと、仮にこの超過洪水があってもよいというまちづくりをするというふうに決めたとすればですね、例えば、オランダがルームフォーザリバーという政策をしておりますけれども、もともとあふれるんだよということでそのまちづくりをしているということですね。でこれは洪水対策だけでまちづくりをしているわけではなくて、将来のここに住む人たちがどういうまちづくりをするかという非常に長期のビジョンを合意形成して行ったというケースがあります。こういったことも参考にしながら短期と中期で対応していくと。そして気候変動って非常に不確実ですので、定期的な見直しを流域内の人口動態などと合わせながら考えていく必要があると思います。以上です。西岡君。ありがとうございます。山田さん、ここに橋本さん、ここにから大変下に飛ぶご指摘をいただいたと思います。短期的、長期的、中長期的にしっかりそこを分けながら考えていかなければいけないということで、今後大変な課題をいただいたというふうに思っております。続きまして、秋田参考人にお尋ねをいたします。秋田参考人におかれましては、東日本大震災の災害区域におけるまちづくりで大変の取り組みをいただいたご経験をもとに、この治水、流域治水とまちづくりについて先ほどさまざまなご示唆をいただきました。全員参加の流域治水の取り組みとまちづくりの在り方という面でいくと、先ほどご指摘があったように、この協議会の果たす役割が大変重要だということをおっしゃっておりましたけれども、その中で科学的知見と地元の経験を合わせたその集合値が期待されるような、やはり協議会にしていかなければいけないというお話がございましたが、それがこ うまく機能していくためには何が重要かということを秋田参考人のご経験をもとにお話をちょっといただきたいと思います。秋田参考人。はい、ご質問ありがとうございます。おっしゃる通りで、その協議会の実質化、実質的な協議というものが最も重要だと思っています。逆に言うとですね、今までも流域治水に関する協議会っていうものはあったんですけれども、どちらかというとこう役割があって、役割があってですね、それぞれの役割で話をするというふうな状況だったかと思います。で一番重要なことはですね、決まったことを話すのではなくてですね、そこできちんと協議をするということなんですね。で先ほども申し上げましたように、これはもう決まったことだから変えられませんというふうな前提で、話をすると、実質的協議というのは非常に難しいと思っています。ですので何かやることが完全に決まる状態以前のもっとこういくつも選択肢がある中でですね、協議をしていく。さらにはですね、これ運用の方法だと思うんですけれども、やはり住民の方だとか、あるいは自治会の方、あるいは NPO、 多様な主体が参加できる協議会にするということが非常に重要だと思っております。以上です。西岡君。続けてちょっと秋田参考人のお尋ねをいたしたいんですけれども、その住民の考えですとか、やっぱり思いをしっかりその場で表明していくためにですね、やはりそこの行政と住民をつなぐコーディネート的なその専門性を持って、また住民の立場にも立って考えていくっていう、やはり専門家の存在というのが大変重要かと思うんですけれども、その点についてご所見をいただきたいと思います。秋田参考人。はい、ご質問ありがとうございます。これは山田委員とも全く同じことなんですけれども、やはり通訳者、翻訳者みたいな存在が非常に重要で、例えば今日は我々がそういう役割を果たしているのかもしれないんですけれども、こういう人たちにきちんと予算をつけてですね、で地域の中に入って、この水防について意識を高めていく、それから住民も専門的な知識をきちんと理解していって、その中で協議会で発言していくということが非常に重要だと思っております。
西岡君。ありがとうございます。それでは磯部参考人にお尋ねをいたします。先ほどからも議論がたびたびあっておりますけれども、要廃炉施設などのやはり危険地域への立地というものをやっぱり開票していくということは大変重要な視点だと思います。ただすでに立地している施設についてはなかなかやっぱり移転をしていくというのはさまざまな困難が伴うというふうに思いますけれども、やはりこの要配慮者施設というところのやはり危機が迫ったときに人命を守っていくという観点でいくと、やはりどうしてもやはり移転をするべきだという施設の立地があると思うんですけれども、そこをやはり移転をしていただく取り組みというのも一方で必要になってくると思います。またちょっと福祉施設ではないですけれども、例えば学校施設や保育園等も含めて大変広島に私も豪雨災害の時にボランティアで伺った時に、やはり学校施設や保育所の施設が被害を受けているという実態を目の当たりにいたしまして、やはり防げることとやはり防げないことというのがありまして、やはりこの立地を考えていくというのも大きな政治の課題であるというふうに思いましたし、そういうところが逆に避難所になっているという問題もあるというふうに思います。先生そのあたりのご所見をちょっとお伺いをしたいと思います。磯部参考人。はい、どうもありがとうございます。今おっしゃった通り避難施設になるべきところなんですね。施設という福祉避難所もだいたい今福祉施設がなっておりまして、そういう点ではもう完全に先行投資として行政がそういう位置づけをしてやっていくと。で、一番の弱者の人を小学生も低学年になったらそうだと思いますし、保育園幼稚園等ですね、初めから逃げるというよりはもうそこに逃がしておくといいますか、そういうところへ立地をしてそこに皆さんも避難をできるような体制にすると。で、冷暖房あるいは、そこへ備蓄とかですね、それをきちっとやっていけば一石二鳥になっていくんですよね。それを困難な人を緊急事態で逃がすというのは、私も今まだと言った方がいいかもしれませんけれども、日本福祉大にいまして、その近くで、フットという地区でですね、防災のことをいろいろやって、仙台での国際の防災会議にも区長さんに行っていただいたり、いろいろしたんですけれども、そこにも元の小学校の跡地が今、福祉施設になっております。で、やはりその公共の施設のところが安かったりですね、広いところがあると、そういう立地になっていくんですけれども、それをもう先行投資で行政が先にいいところに移して、そこへ健康な人も逃げていくというような体制をこれから作っていくべきだと思います。ですからそこをどれだけこれからできるかということで、じゃないと緊急の時に誰かが行って逃がすというのは本当に大変です。車椅子お運びになったことあるかもしれませんが、電動車椅子なんてほとんど男性4人かかってもなかなか階段を持ち上げていくというのはほぼ不可能なことになってまいりますので、そのあたりを事前にということを考えております。以上でございます。西岡君。西部さん、ここにありがとうございます。本当に大きな課題だと思っておりますので、またいろいろご所見いただきながら取り組んでいきたいというふうに思います。最後の質問になるかと思いますが、橋本参考人にもう一問お聞きをしたいと思います。先ほどから想定外の雨量というお話があっておりますが、今日のお話にも通じるんですけれども、橋本参考人が書かれた記事を以前読ませていただいたときに、想定外の立地というものもあるという記述をされておりまして、読ませていただいておったんですが、今日のいろいろなお話の中にも通ずるところがあると思うんですが、特に土砂災害については私の地元も大変土砂災害危険区域が多いところでございまして、そこにも古くから住民の皆さんが住んでいらっしゃるという中で、やはりこの豪雨災害に備えていくということも一方でやっていかなければいけないことなんですが、そのこれからいろいろな立地考えていくときに、どのような考え方でこの立地を考えていくべきかということをちょっとお話をいただければと思います。橋本参考人。ご質問ありがとうございます。想定外の立地と想定外の住まいというものが、はい、
想定外の土地利用という想定外の、はい、話をちょっと読ませていただいたことがありまして、はい、申し訳ありません。ありがとうございます、想定外の土地利用と、まあ、メディアなどでは豪雨災害が起きますと想定外の雨量という言葉が、喧伝されまして、いささか一人歩きしている感じがいたします。そもそもそこは本来であれば開発してはいけなかった、本来であれば昔の人はそこには住まなかったというところに、この近代化に伴って土地利用が進んできたという、こういったことがあります。ただそういったことについては、非常にこう今回の法整備でいろんな対策がなされてくるのではないかと、まあ、もうすでに先行している部分で宅地建物取引業法のこの施行の規則を一部改正する命令というのが、昨年スタートしておりまして、不動産取引の時にハザードマップを提示するというようなことがあります。それから土砂災害の基本、土砂災害の地域に、想定地域へのですね、この開発というものも今後制限されるというふうになっております。ですので、想定外のところに住んでいる人がいかにそこからこう避難できるようになるかというようなことと、例えば不動産業にとってはですね、想定外の土地というものは非常にこう扱いにくいというかですね、そこをこうそこが想定外の土地だよということは言ってしまうと、そこが土地が取引できなくなったり暴落してしまったりということがあります。そういったことをどうやってその土地を盛り土などをして不動産として使っていくかというようなこととか、土地に対する歴史の情報として、実は、鬼怒川の豪雨災害のあと1ヶ月後に氾濫源に一戸建てが建前がスタートしたというようなこともあります。なのでこういう危険なところだよということを認識をしていくと、それを情報周知していくということも大変だと、大変ではなくて大切だというふうに考えております。以上です。西岡君、これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。この際参考人の方々に一言申し上げます。本日は貴重なご意見を賜り誠にありがとうございます。委員会を代表して御礼申し上げます。次回は来る4月2日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。